図鑑メルミヤです。始まりましたペット図鑑。大好きなペットと暮らしたい、そんな皆さんの参考にしてもらえるよう、私がさまざまなペットを調査し紹介していきます。それでは早速行ってきます。今回もお邪魔したのは静岡市駿河区にあるズースクエア静岡。広い店内には定番のワンちゃん猫ちゃんのほか、お魚や爬虫類などおよそ500種類以上の生き物を取り扱っています。現在ワンちゃん猫ちゃんを飼っている方向けに特典盛りだくさんのペット会員を大募集中。この機会にペット会員になってみては。ここからはズースクエア静岡店の小野寺さんにボールパイソンについて教えていただきます。小野寺さん、お願いします。はい、お願いします。ボールパイソン鮮やかで綺麗ですけど、はい、最近爬虫類の中でも人気みたいですね。そうですね、やはりこの体色ですね、目を引くっていうところもありますし、はい、それこそ色ですとか、うん、こういう柄の入りですとか、すごい綺麗ですよね。はい、カラーバリエーションも豊富になっておりますので、はい、大変人気の秘訣だと思います。なるほど。用意するものってどういうものを用意したらいいですか。はい、こちら当店でお店用でこういったちょっとしっかりしたですね、入れ物を用意してるんですけども、はい、当然お客様の中でこのプラスチックケースですね、はい、そういった安いものでからですねスタートできるっていうのも一つのメリットではありますので、うん、そうなんですね。はい、まず入れ物用意していただく、はい、でこちらに見えるパネルヒーターっていうのがありますので、はい、こういった温度を上げるものヒーターが必要ですね。温度管理も必要なんですね。そうですね。であとこちらにある今ちょっと出してはいるんですけども、はい、ヘビがですね入れるぐらいの水入れは用意してあげるといいと思います。水入れも必要なんですね。はい、こちらの水は飲む用ですか。はい、そうですね、飲んでもいいですし、今入ったりもしますので、はい、水浴びもするんですね。そうですね、はい、餌は何を食べるんですか。はい、餌はですね、冷凍のマウス与えていますね。はい、だいたいこれぐらいの大きさになりますと、はい、週に1回ぐらいでいいのかなと思います。週1でいいんですね。はい、なので餌の管理も楽にはなるんですけども。そうですね。ただベビー小さいサイズのボールパイソンを飼うときの注意点としましては、はい、やはり 2,3 回週に 2,3 回ぐらい上げてあげるとよりいいかと思いますね。なるほど、はい、ございます。はい、ちょっと大きくて綺麗なんですけど、触ったりとかもできるんですか。そうですね、比較的かなりおとなしい種類ではありますので、はい、ハンドリングというところも可能なので一回触ってみましょうかね。いいですか。はい。お普通にこういう感じでいいですか。はい、大丈夫です。お結構ずっしり。あ、でも、あ、今どこにいます。あ落ちちゃう。さっき温度管理について教えていただきましたが、はい、もうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。はい、大体ですね、こちら26度から30度ぐらいに保っておいていただければ、はい、ベストな温度になりますので、うんうんうん、そういった温度管理は必要になりますね。なるほど。はい、こちらヒーターがついてないところもありますけど、はい、全部引かなくても大丈夫ですか。そうですね、こういったですね、こちら暖かいゾーンでこちらは冷たいゾーンという形で、はい、生態自身が移動できるようにしていただいた方がよりいいと思いますね。なるほど。ヘビが自分で温度管理をできるようにしておくのも大事ですね。はい、ありがとうございます。はい、皆さんも飼うときはぜひ気をつけてみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日のワンポイント、今日のワンポイントはレップフィードさんから出てます各種フードのご案内をいたします。こちらのフードなんですけども、指向性がなんといっても抜群ですね。さらにコオロギなどですね、虫嫌いなお客さんでも手軽に与えていただくことができるといったところで、ご好評いただいております。まだですね、扱っている店舗さんが少ないようなので、当店で一度ご覧になって試されてみてはいかがでしょうか。こちらがトカゲ用のモニター用のフードになります。こちらがカメ用のフード、ざーっとこちらサプリメントがありまして、ツノガエル用のフードもございます。この中にはですね、レオパ用のフード置いてはいませんが、取り寄せもできますので、一度スタッフに声をかけてみてはいかがでしょうか。本日はレップフィードさんのこちら新商品モニターフードなどフードを紹介いたしました。ありがとうございます。本日のワンポイントでした。皆さん参考になりましたか。今回はボールパイソンについて紹介しました。違う柄の子もたくさんいるので、ぜひ店頭に見に来てください。
以上、ボールパイソンでした。皆さん次回もお楽しみに。